はい、小5の英語ですね。テキストで前回は、前回16ページなんですけれどもね、例えばこんなのやったんですよ。ね、This is Mike、ね、なんていうことでね、まあ人を紹介して、こちらは誰々ですね、なんていう言い方でした。This is Mike、ね、こちらはマイクです、なんていうことでね、人を紹介する、そんな表現を勉強したんですね。で、今日はそれとなんかちょっと似てるんだけれども、今度はね、人じゃなくてですね、まあ物みたいなものが続いて、これは何々ですね、なんていうような言い方、それをね、紹介しようということなんですね。はい、ということで、言葉としては同じなんです。This is ね、This is ね。で、人だったので、こちらはという日本語がついてきたんですが、今回は物になるので、はい、これはということになるので、この This ね、これは。はい、Is は同じ、何々ですぐらいな感じでいいわけですね。で、その後に今回はレモンということで続きました。This is a lemon。はい、これでこれはレモンです。ね、なんていうことになってくるんです。This is a lemon。これはレモンです。はいですね。で、これ、つまり近くのものを指して、これは何々ですという言い方なんですが、もう一つ今日は新しく、ちょっと遠いものを指してね、あれは何々ですなんていう言い方も紹介しますね。それがこいつなんです。この this の部分をこれ that と呼びますね。で、この that という言葉にあれはなんていう意味があるんです。is は同じですね。何々です。はい、それでこれはね、メロンですよ。ですから、先ほど this is a lemon。これでこれはレモンです。だったわけですね。はい、それが that is a melon になりまして、あれはメロンです。ね。というようなことで、ちょっと遠いものを指して、あれは何々です。なんていうとき、that is 何々なんていうふうに書いていくということでございました。前回、名前の時にはついてなかったんですが、今回、このほら、ここにさ、あっていう言葉がついてるのね。で、このあって言葉何なんだろうっていうことになりますとですね、これはね、一つのものを指してね、今回はレモンとかメロンになってますけどもね、それの前にあとつけて、それが一つという意味なんです。ですので、名前の前とかにはつけないんですけれどもね、こういったものの名前、ね、の前にはくっつけたりするね。ということで、This is a lemon、ね。特に訳したりはしないんです。特に訳したりはしないんですが、厳密には一つのという意味で、これは一個のレモンですっていうような感じになってるんで。はい、ですので、このあっていうのをね、一つのとか、で、または一人のとかっていう意味で、つけていく。ですが、普通は日本語にはしませんよっていう言葉。こんなのをつけていくわけですね。で、それがですね、はい、あるという言葉になる時があるんですね。あん。例えば、This is an egg、ね。egg って卵ですね。で、またこれ this ですから、これは卵ですというような意味になるんですが、ね、あんをつけましょうと今ね、言ってきたけど、何であんになるのっていうことになるんですけどもね。後に続く単語の発音。今回、エッグですね。エッグですね。はい、それがね、はい、母音と言いまして、母音ですね。まあ、要は、あ、い、う、え、おの音だね。はい、この音で始まるときは、あを、あんにするという決まりがあるんです。ですから、今回、あ、い、う、エッグなわけですね。ですので、This is an egg っていうふうに。こちらは、レモンだったり、メロンだったりするので、あでよかったんですけれどもね。エッグ、卵。ね、なので、an egg。だから、まあ、例えばね、他には、リンゴなんていうんでさ、ね、アポなんていう言葉もあるわけだね。はい、やはり、あいうえ、アポなわけですよ。ですから、そんな時は、This is an apple。ね、なんていうふうに書いていくよ、ということで。ございました。ってことで、今日は、ね、前回までの、ね人を紹介して、こちらは誰々ですというものに引き続き、ね近くのものを指して、これは何々ですと言ってみたり、ちょっと遠いものを指して、あれは何々ですと言ったりする言い方。ね、This is a lemon で、これはレモンです。That is a melon で、あれはメロンです。はい、それからこの、ね、一つのという意味、ね、あというのをつけていったんですが、これがあんになるときがあるよ。母音といったあいうえおの発音で始まる言葉の前は、あをあんにしてね。なんていうことで、This is a name。
ね、なんていう話でしたということでした。はい、ということで本日テキストは18ページ入りまして、これは何々です、あれは何々です、はい、こいつを紹介してみました。ではまた。